野田阪神前交差点野田阪神前交差点野田阪神は大阪府大阪市福島区の地域名。阪神本線の野田駅周辺を指す。阪神野田駅前に大阪市電が通じた際に停留所名を野田阪神電車前とし、後に野田阪神前と解消されて地元民に浸透し、当駅周辺の施設や交差点の名称として広く用いられるようになった。 阪神の大輝は、富士で、名高い旧、野田村の北端に位置しており、駅北側は、エビエアウライといった旧、サギス町域になるが、富士にちなんだ、ウイステという名称のショッピングセンターが、駅北側にある。また、隣接して、阪神電鉄の本社ビルも立地している。国道二号、大阪臨海線、北港通り、新谷和筋などが交差する交通の要衝で、付近には、 福島区役所も立地している。阪神の大気の南側に、野田阪神東、道前、道北と3つの交差点があり、中でも野田阪神前交差点は、交通事故の多発する危険な場所として知られる。なお、国道2号の当地を含む区間は、阪神国道の名称で付設された道路であり、鉄道名のみならず道路名も表している。野田阪神前交差点からは、 東方面が梅田新道、京都方面、南方面が堺、荒橋、淡座方面、北西方面が天ヶ崎、豊中方面、西方面が桜島、国道43号ユニバーサルシティ方面となる。阪神の大駅及び地下鉄野田阪神駅と近接する JR 東西線の海老駅は、計画段階での過小が野田阪神駅だった。 ありがとうございます。